バール・アイブスはアメリカ合衆国の歌手、俳優。日本では俳優のイメージが強いが、もともとはアメリカで数多くのヒット曲を持つフォーク歌手である。1909年6月14日、イリノイ州ジャスパー郡の農家の息子として生まれる。幼い時から歌がうまく、高校時代にアメフト部でフルバックとして活躍する一方でバンジョーを学ぶ。 1927年にフットボールのコーチを目指して東イリノイ州立教員養成大学に入学するが1930年に中退ヒッチハイクでアメリカ中を旅しながらストリートミュージシャンとして活動するようになる1940年に自身のラジオ番組ザ・ウェイフェリング・ストレンジャーの放送開始で人気歌手になり1946年の映画 スモーキーに歌うカウボーイ役で出演する。その後、俳優として数多くの映画やテレビドラマに出演するようになり、1958年の映画大いなる西部でアカデミー助演男優賞とゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞する。その後も俳優として活躍するだけでなく多くのアルバムを発表。また、ブロードウェイの舞台にも出演。 1995年4月14日、高校がのためワシントン州アナコルテスで死去。40代の頃から老人役を演じることが多く、例えば代表作の一つである、熱い途端屋根の猫で息子役を演じたジャック・カーソンとは一切しか違わなかった。ありがとうございます。